校則は無限大。うわー、無料対数。まず授業中に内職してるやつ、もしも見つけた時はね。うわ、成績下げるのか。先生も全力で手伝う。優しさの履き違い。いや、内職の手伝いなんかしてたら授業永遠に進まないって。それから数学のテスト範囲は、うわー、鬼広いのか。52ページから53ページ。2ページ。いや、数学の教科書2ページって4問くらいしかないから。あと高校卒業するまでには必ず、うわ、漢検2級取れみたいな。漢検6級を取れ、小6レベル。いや、逆にそれすら取れないやつは高校残って正解だよ。それから体育で汗まみれになるやついるが、おいおい、学生なんだからしゃあねえだろ。必ず体育後は校内の露天風呂に入れ。露天風呂？いや、学校の中に温泉あるって大分県でも聞いたことないよ。あと学校は勉強する場所だからな。出たー、その文句。ハロウィンとクリスマスは休校。ハッピーマン。しゃあ、それじゃあ両日とも家で自習しとこ。あとこの学校には学食がない。はぁ、マジ使えねえな。代わりに午前中はウーバーイーツ頼み放題。スーパーイーツ。でもそれだと配達員が来すぎて不審者も入り放題だって。というわけで、緩すぎる校則もレベル2無料対数まで来た。やっとこのネタ終わりか。それでは次回のネタはレベル2グーゴルな。頭グーゴル。